ヤガチャガチャンネル。あさあ、というわけで指輪を手に入れる、そんなタラララーンとか言いながらやるようなことではないんですけども、さあというわけでね、とりあえず指輪は指輪は指輪やに向かっていきたいんですが、あー初期のキリュウちゃん体力低い、ストレスフルねー。でこれね、もうちょっとねコンプリートをいっぱいやって CP 貯めてダッシュ速度っていうのが変えればね、あのもっと無限ダッシュできるようになるんですが、まあとりあえずですね、まずは一目散に、向かっていきたいなというふうに思っているところでございます。さあというわけでね、結構ね最初のうちはこういうね路地歩いてるだけでも多分楽しいんじゃないかなと思いますね。まあただね、やっぱりあの歌舞伎町なんで風俗店とか無料案内所とかめちゃくちゃ多いです。なちなみにね、入れるところは決まってますので、あしからずね、あのどこでも好きでにね、あのピンク街に入れるわけではないのでね。さあというわけでラマルシェ、レマルシェ、どっち、ルマルシェだったどっちもちげえじゃねえかよ。さあというわけで、いらっしゃいませ、何かお探しですか。ああ、そのなんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか。ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか。はい、受けたまわりました。12万円お払い、所持金0円。え、キリュウさん12万円持ってて12万ジャスト払いしたの。ありがとうございました。あの、ずいぶんやばい買い物の仕方だし、買えなかったら、あ、カードとかってことか、びっくりだね。さあというわけで、よし指輪を変えたぞ、レイナの話は指も欲しがっていたそうだからきっと喜んでくれるはずだ、早くセレナに戻ろう。というわけで、これにてね、あとはセレナに戻っていければっていうところにはなっていきました、ね、セレナに戻ろう、こっちは遠回りだ、どっちから行けってこと。これあれ、表通りのここの部分突っ切る感じ。あー、なるほどね。ね、ここもね、なんか結構今と街並み違うんですよね。お？おっと、ごめんよ。まあまあ、ぶつかられただけなら。指輪がない、プレゼントの指輪を盗まれた、くさっきの男か。というわけでございまして、あいつを追いかけなきゃいけなくなりました。さあ指輪を取り返せね。ちなみにね、激安の殿堂ドン・キホーテでございますね。さあというわけで、あの男が行った方向に向かわねばならないんですが、どこに行きやがった。もしかしてあなたもすられたんですか。ひょっとしてあんたも。ええ、私もすられてしまいました。あのスリ師は隠れるのが上手で、なかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか、自販機の裏とか。そうなるか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが、絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら、私の仇も取ってください。わかった。天下一通りの裏路地か。というわけで、天下一通りの裏路地側に進んでいくことで、あの男を探す空気でございます。というわけで、よいしょ、こっち側ですかね。ね、自販機の影とかいうとり、あ、お前か。あれは指輪を吸った男か。おい、お前、盗んだ指輪を返せ。
バレたか。おい、ちょっと待て。また逃げちゃったよ。さあ、またね、追いかけなきゃ。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あ、あの男スリだったのか。二次被害。逃げながらもスリを働くとは、何としても捕まえてとなと。まあそうですね、このままね、ただでさえ12万円のね指輪持ってかれてますからね。まあ路地の方とか、あ、でもこっちセレナ裏だからないか。さてさて、ここら辺とかはね、ちょっとね、私もね、さすがにサブイベもサブイベすぎてちょっと覚えてなかったりもするので。でも表通りに行っちゃうから違そうね。ちょっと今さっきね、あの男はって言ってる人がいたから、その人に話聞いたら何かヒントがもらえるかもしれないですね。よいしょ。この辺で足男を見なかったか。ああ、さっき妙な男がそこのコンビニの角をすごい勢いで曲がってったよ。何だったんだあいつ。コンビニの角合ってたね。さあ、というわけでここを曲がっていたわ。むしろだけど、それ風俗から出てくる女の子出待ちしてる感じになってるけど、あんた、ん、こいつは指輪を吸った男だな。おい、ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。くそ、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。まあ良いわ。何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。一子相伝の暗殺権。さあ、というわけで始まりました。暗殺権の構え。さあ、というわけでですね、キリュウはバトルスタイルをいろいろ持っていて、気合技で乗り切るチンピラスタイル、ラッシュスタイル、壊し屋スタイルとかね、いろいろと切り替えることができるようになってますね。こういう風にラッシュとかね、いろいろと切り替えることによって、例えばあとここラッシュだとね、このかなり連撃が入るとか、いろいろとあるんですが、まあ、基本的には、あ、何今なんかボタン求められるんですよね。違うか。基本的には私、堂島スタイルが好きですね。まあ、慣れてるっていうのもありますよね。う、あ、行って、看板持っただろうか、お前。おい、ちゃんとスウェイとかしてくるな。看板バン、看板、看板。こんにちは。よいしょ。というわけでね、自転車でボコボコにしてやりましたわ。すいませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。スリをやめろ。ああ、同じこと言ってたわ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何、どこへやったんだ。ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな、今すぐ買い戻してこい。その言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。最低。なんだと。当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。くそ、今すぐ質屋に行って買い戻さねえと。さあ、というわけでね、ずいぶんね、指輪の件がなんかゴタゴタしておりますが、改めてでございますけど、指輪を一回買い戻してあげなきゃいけないみたいなので、質屋に向かっていきたいと思います。というわけでね、そろそろね、イベントがなければですね、スキップをしながらお送りしていきたいと思います。さあ、というわけでね、質屋に到着しました。買い戻すって、あなた現金1円も持ってないけど大丈夫？どうも、いらっしゃい。何をお求めですかね。というわけで、プレゼントの指輪買えないんですよ。手持ちが足りないんですよ。なあ、その指輪俺のなんだ。はい。盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまにそうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う、信じてくれ、本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ、
こうなったら何とかして金を稼いでこねえと、何でもいい組の人間探ししのぎを回してもらおう。貯金ないの桐生さん。だって組持つか持たないかのとこでしょ。くそ、買い戻すには金が足りない。誰か金を借りられる知り合いはいないか。さあ、というわけでね、お金を借りなきゃいけなくなっちゃいましたね。さて、とりあえずね、ここら辺ほっつき歩いて。あれ、桐生の兄貴じゃないっすか。シンジ、こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え、あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。話題があくまでソープ。すまんが時間がない、急いでくれ。あ、はい。12万借りた。オンに切る。今度感想聞かせてくださいね。話題がソープ。ずっとソープの話してる。さあ、というわけでこれでね、質屋に戻ればですね、ようやくユミちゃんへのプレゼント買い戻せますね。さっき12万でしたからね。いやいや、よかったよかった、これにて一件落着。いらっしゃい、何を求めですか。あれ、10、あれ、おい、さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む、これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ、お金さえあればね。そうだ、指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って彫ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ、仕方ねえ、また金を調達してこなくては。シンジはまたあの辺にいるだろうかね。なんか基本的には間違いなくあの店員が悪いはずなんだけど、ちゃんと受け入れる桐生さん。金が必要だ。誰か近くにいないか。というわけでね、まあ、さっきシンジがいた方向に今こっちに行く必要がない気がする。おー、つまりこっちではない。じゃあ誰がお金貸してくれるんでしょうかね。シンジもね、もしかしたらもうね、入っちゃったかもしれないし、店にいた。よかったね。あれ、兄貴早くないっすか。ショートだったんすか。ショート12万、高級ソープ。すまん、また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴そんなにハマっちゃったんすか。アンジャッシュかお前らは。頼む、詳しいことを話してる暇がない。他のやつに取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね、わかりました。3万借りて15万。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。限界があるよ、やめな。お金もそうだしね、いろいろとね。うん、俺にそんな話ばっかりさせるんじゃないよ。指輪がない。さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、ちゃんと取り置いてあるからさ。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。言ったじゃんか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか、とにかくそれを売ってくれ。あ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう、大事にしてくれるさ、きっとな。
プレゼントの指輪を回収できました。よかったね。シンジから15万借りたまま。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。なんか男二人からネックレスと指輪もらって両方つけるってすごいな。実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当にありがとう。そのこれなんだ。シンジから15万借りたけど別に使わなかった指輪だよ。カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。ああ。そうだ、どうしたの、なんか重たい表情してたけど。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない。え、そうなの。じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう。指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。だよね。どういうこと。ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。お客さんに対してダイレクトアタックするね。え、何、誰かそういう人がいるわけ。やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。好きな人からの指輪は受け取る。 おもしよ、俺らだってお客さんだぞ。これはユミちゃん、キリュウさんにほの字。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの。え、さあなあ。あ、冷たい冷たい、みんな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。あら、これもしよ。なんだよそれ、別にいいけどさ。ダブルカップル成立ですか。9月30日深夜、ユミちゃん、後ろ通ってきましたよ。数時間後、10月1日午後、あれ、この時間はあの、おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん、錦はどうした。錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた。そうか、今何時だ。もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの。ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ。うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは。一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか、じゃあまた今夜軽く顔出すよ。分かった、待ってるわね。さあね、1億受け取ってずいぶん長いこと思っちゃってたみたいですね。
というわけでございまして、出口の方から出ていきましょうね。もともとね、この風間組事務所へ向かえってことですけどね、ヤクザっていう人々はその組っていうものがあって、まあそのチームみたいなものがあって、チームのリーダーにお金持ってくみたいなのがね、あのメインのお仕事みたいになってるみたいなところで、というわけでございましてね。お、桐生さん、桐生さん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いやー、ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？ああ、あるね。俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この街で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。この二人の存在片隅に置いといた方がシナリオ面白いですね。さあ、というわけで、ね、さあ1億円ね、回収しましたから。おお、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。さあ、風間慎太郎、風間組組長ですね。今月分のしのぎです。お納めください。おう。さあ、さらにね、若頭柏木。また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって無駄じゃ東城下一の殺し屋っつって。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。みんな孤児院の子なんだね。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。シンジさんからです。俺だ。シンジです。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけばをそれ聞いて組長のところに。錦か。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺もだから今俺が行かねえと。カズマ。あらあら、